高来橋、李定原平跡京街道の非大阪街道は、大阪と京都を結ぶ街道、京街道とも呼ばれる。1594年に、伏見城築造に着手した豊臣秀吉が、1596年2月に、毛利一族に命じて、淀川砂岩に築かせた文禄帝が起源である。大阪、高来橋から淀川砂岩を通り、木津川にかかっていた。 淀大橋を渡って、淀に至る。宇治川にかかっていた、淀小橋を渡った後、桂川左岸を通り東寺口に至る芝街道と、宇治川右岸を通り、伏見に至る淀ド堤に分かれ、さらに伏見京都間は五条口に至る伏見街道と、武田口に至る武田街道に分かれた。大阪伏見間は、五街道の一つである東海道の延長区間として、道中武教の管轄下に置かれ、 江戸方より、順に、伏見塾、淀塾、平方塾、森口塾の4つの宿場が設けられた。淀塾と平方塾の間の橋本には遊郭を持った、間の宿も設けられていた。東海道の延長区間の場合、近年では京海道の4宿を加えて、東海道57時と呼ぶこともあり、伏見より、江戸方は大津海道を経て、京都を通らないルートとなる。 大津街道は、東海道の大津塾から、げ茶屋多いわけで、京都、三条大橋へ向かう道と分かれ、山品盆地を野まで降り、下重寺から東海山の南北を抜けて、伏見塾に至る。このルートは山近交代の経路としても用いられ、西国大名を上落させない狙いもあった。西国街道を利用する大名たちも、山崎塾と淀宿塾の間で淀川、または、 桂川を渡って境街道へ移り、上落を避けた。熊野山系が盛んだった古代より、とば、渡辺津間は、淀川水系の水運が発達していた区間であり、伏見城下と文禄堤が整備された後の伏見、八軒釜も、とりわけ下りは、淀川周運が優勢であった。このため、平方塾などは、上り偏庁の片宿でもあり、宿の整備については道中部境より、 東海道並みが求められたため、宿の運営は苦しめられた。明治時代に入ると、賭場街道を経るルートが、大阪街道とされ、京都大阪間の国道も、伏見を通らないこちらのルートが選択された。一方、淀亭伏見街道を経るルートに沿っては、鉄道の京阪本線が付設された。宇治川に架かる、京都府道15号宇治淀線の淀大橋とは別の、橋。 ありがとうございます。